本日最終のレースとなりました男子 400m リレーの決勝レースであります。予選準決勝を勝ち抜きましたチーム8チームを内側から順に紹介してまいります。第1レーンに姉崎高校、島田君、吉野君、斉藤君、久保田君。第2レーンに鳴門高校、平山君、渡辺君、大竹君、伊藤君。第3レーン野田中央、斉藤君、堀田君、有馬君、森君。第4レーン市立の船橋、斉藤君、平野君、山崎君、古川君。第5レーン西武大千葉、丹藤君、瀬尾君、川上君、海保君。第6レーンに東海大浦安、村瀬君、天岡君、藤原君、秀島君。第7レーン東海大望洋、大場君、富澤君、白井君、土屋君。そして第8レーンに八千代、米長君、杉岡君、広瀬君、佐藤君。さあ史上最高のレースとなりますでしょうか。本日最後のレースとなります男子 400m リレーの決勝レースです。でしょう。さあまずこの8チームに大きな拍手をどうぞ。またまたゲームレコード誕生。1着はどうでしょうか。どうでしょうか。レーンナンバー6レーンは東海大浦安高校、その記録40秒67、これは大会新記録でありました。すごいねという他の言葉を教えてください。本当に次から次へと。さあそして西武大千葉、準決勝のタイムをちょっと下回った。さあそしてちょっと混乱しているパソコン上でありますが、東海大浦安高校がさあ結果、すごい結果になっております。東海大浦安の優勝は決定。そして西武大千葉2着、これは間違いないでしょう。3着以降は正式結果をお聞きいただきたいと思います。ものすごいタイムです。準決勝で西武大千葉が40秒70、その記録を上回った東海大浦安。プログラムは41ページをご覧ください。ただいま終了しました男子 400m リレー決勝の結果です。1着6レーン東海大浦安、時間40秒67、この記録は大会新記録です。2着5レーン西武大千葉、時間40秒77。3着4レーン市立船橋、時間41秒17。4着7レーン東海大望洋、時間41秒42。5着3レーン野田中央、
時間41秒52、6着8レーン八千代、時間41秒61、7着2レーン鳴門、時間41秒76、8着1レーン姉崎、時間41秒99。以上男子 400m リレー決勝の結果でした。